衣装替えが終わりまして、次が、第6巻です、うん、第6巻いい。てかあのさ、もうこんなこと言ったらなんかお前どの立場なんだって言われると思うんだけど、その、うん、その声を恐れずに言いますが、あのさ、うん、どうぞ。めちゃくちゃ歌唱力上がってない、あの人。だからいや上がってるよ、やばいよね、えぐい、ま、マジえぐい。全然私は子さんでも何でもないんだけど、うんうん、にしてもよ、私が参加した古いライブの時から比べても、うん、なんていうの、安定感というか、その、うん、ピッチがさ、例えばぶら下がりがちだったり、うんうん、まあ、その第6巻なんかさ、もう音程の上げ下げがバカみたいに激しいわけよ。うんうんうん、なんだけど、全然なんていうの、こう危なっかしさもなく、うん、ひたすら感心してた。いや、マジわかるわそれ、ほんと。そう、なんだろう、あのサビの前のさ、あのあーって上がってくとこあるじゃんか、うんうん、あんなとこさ、もうちょっとでも音外したら絶対バレるんだけど、うんうんうん、なんかもう綺麗に、なんていうの、音に乗っててというか、ハマってて、うん、気持ちいいサビに入ってくれて、カーって上がったね。うん、本当脳汁がドバドバでした。そうね、レオちゃんの曲は本当にピッチが高くてガチ無人だけど、うん、でも本当よく歌えるなって毎回思ってるけど、うん、なんかもう全然本当言える立場でも何でもないんだけど、うんうんうん、マジスキルが本当に上がったよね。なんかあの歌唱力とかいう、まあ、そういう話じゃないのかもしれないけど、その要は本番に、うん、そのなんていうの、本人の持ってるあれを出す力みたいなのも含めた歌唱力みたいな、うん、その万全な状態に持ってってそれを発揮するっていう、まあ、本番強さみたいなところもあると思うんだけど、うん、なんかそういうのも含めたこう安定感があってかっこよかったなっていうのはあるね。うん、え、リコリ、あのなんかアップチューンの時ってさ、うん、なんていうの、どういう状態で聴いてる人？私ヘドバンとかしちゃうのよ。ああ、私はもう手ずっと上げてる。あ、手上げてずっとそれでフリフリするタイプ。うん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 。なんかもうそれこそライブってもう私と演者だと思ってんの、もうどんだけ周りに人がいようと、うんうん、だから。私全然誰も手挙げてなくて もう自分が挙げたいから挙げちゃう人。あ、分かる、やるやる、私もそれやるし、うん、なんかさ、自分のタイミングでさ、あの、うん、手振り出したり、うん、あの手を静止させてさ、わーってこう相手側にこう伸ばしていくみたいなさ、うん、なんかいろんな手のつけ方があるじゃん、うんうんうん、勝手にやる。わかる、マジそう。だから全部自己流。あ、そうそうそう、それはちょっとあの配慮とかねするけど、でももうなんか、あ、ここは私は手叩かんなって思ったらもうずっと手上げてやってたりとか。あ、分かる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 。なんかこれはもう何も体を動かさず私はじっと見たいって思ったら、うん、もうじっと棒立ちっていうか、もうなんか、うん、でも手はなんか手の置き場がなくなっちゃうから、うん、私なんかずっとお祈り状態で手を組んでずっと見てる。今そうかなって思ったらそうだった。っていう感じでございます。わかるわ。その時の自分が思ったことを思い思いにやってるタイプです。いや、そういうタイプ結構いると思うよ、うん、いると思う。そうなんだよね、もうさ、周りがある意味見えなくなるんだよね。その周りの人が何やってるかはどうでもよくて、うん、いや、ほんと、うん、そうなんです。楽しいよね。うん、楽しい。なんかだからその手のやり場とかさ、 その、まあ、それこそ新曲とかはもちろん、うん、あのわけわかんないんだけど、なんか、うん、勝手にやりたくなると思うんだよね、手を。今は上げたいなとかさ、うんうんうん、その手を叩きたいとかさ、あのお祈りしたいとかさ、うんうん、だからそうすればいいよね、普段困ってる人は、ライブで、うんうんうん、そう、なんか多分初めは分からんと思うよね、うん、なんかどのタイミングで、別になんかこう大まかな決まりがあるわけではないけど、うん、あ、みんな手挙げたとか、ここ拍手するんだとか、拍手っていうかラップしたりとか、うん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 、分かると思うけど、全然なんか初めはなんか周り見たらいいけど、多分教えてくれるし、レオルちゃんは。あ、そうだね、うん、そうだから比較的分かりやすいんじゃないかなって。君の乗りたい
感じでやったらそれが正解だよって思う。そう、そう、なんかそれでえとかならないからね、別に。なんないなんない。みんな好き勝手多分やってると思うからさ。そう、見てない。そうね、見てない。そう、周り見てない。その通り。もうマジ自分と演者だから。うん。もう一対一だから。そうなんです。もう対バンよこれ。対バン。ああ、確かに。